近鉄道明寺線。道明寺線は、大阪府藤井寺市の道明寺駅から、大阪府柏原市の柏原駅までを結ぶ、近畿日本鉄道、近鉄の鉄道路線。南大阪線との接続駅である、道明寺駅から分岐して大和川を渡り、西日本旅客鉄道、JR 西日本の関西本線、大和寺線との接続駅である、柏原駅へと至る。地線ではあるが、 大和川を挟み、柏原市と羽曳野市、藤井寺市方面を直接結ぶ唯一の路線であり、通勤、通学における重要な足となっている。道明寺線では、ピタパーイコカスイカなど、全国総合利用 IC 乗車カードが使用可能である。2018年1月限りで、利用終了となったスルッと関西対応カードで乗車する際には、あらかじめ券売機で、 乗車券に引き換える必要があった。なお途中の柏原南口駅では自動生産機の生産時にスルッと関西対応カードが使用できたものの終点の柏原駅では改札口が JR 西日本の管理駅であるために利用できなかった。なおスルッと関西サンデーチケット2016年12月限りで利用終了は同名事前線では使用不可だった。 前線、大阪東括部、旧天王寺営業局の管轄である。道明寺駅では、2番線ホームの大阪安部屋巨峰を、切り替えて設置されている1番線から発車する。本線系統である南大阪線は左にカーブして、西に進むが、支線である道明寺線は北上する。これは口述の通り道明寺線と、同駅以南の南大阪線、古市方面の方が、 同駅伊勢の南大阪線、大阪安部屋橋方面よりも先に開通したためである。南大阪線と分かれて、すぐに、不動坂や大和高田線をくぐり、しばらく左手に広がる住宅街を見ながら、石川に沿って堤防下を走る。左にカーブして、住宅地が眼下に見え始め、大和川を渡るとすぐに築地堤上にある、柏原南口駅である。 同駅を発車すると、地上に向かって下り始め、左にカーブして、右手に、関西本線、山和寺線が並走してくると、柏原駅に到着する。柏原駅到着番線である1番ホームもまた、関西本線の2番ホームの奈良方を切り替えた形になっている。全列車が、道明寺駅柏原駅間を折り返し普通列車のみの、運転出た線との直通列車はない。 全線単線で、行き違い施設のある駅はなく、終日一編成のみで運転されている。運転区間 2.2km は2011年、平成23年3月16日の時点で、近鉄の営業列車、工作線を除くで最も短い。2012年3月20日現在、平日ダイヤで1日58往復、と休日ダイヤで1日57往復が、 運転されている。1時間あたり日中は2往復、ラッシュ時は3から4往復である。1990年から2006年には、日中も1時間あたり4往復が運転されていたが、両端で接続する、近鉄南大阪線、JR 大和寺線とも、当時10分間隔。2011年3月12日以降は、JR 大和寺線は15分間隔で、 接続がうまれず乗り換えに要する時間が不均一になることや利用客源の影響で2006年3月21日のダイヤ変更で日中1時間あたり3往復に減便された2012年3月20日のダイヤ変更でさらに日中の6往復が減便され1時間あたりに往復となった終日は満運転を行っているが 柏原南口駅が早朝と夕方以降は無人化されたことと柏原駅を経由して JR 線から乗り越す旅客の生産対応のため改札業務を行う旅客専務車掌が乗務することある柏原南口駅が無人となる時間帯でもすべての駅でホーム側のすべてのドアが開くまた山和地線大阪線上辺線からは富田林市 河内長野市方面へのショートカットコースになるため、毎年8月1日の競争祭、PL 花火芸術、PL 花火大会開催時には、臨時列車が運転され、それでも2両編成の車内が混雑する。当日は昼間時間帯以降の列車は、ワンマン運転を行わない。なお、2005年まで毎年8月に、大和川河川実機において大和川、農業花火大会が開催されていたが、 この時も車掌が乗務して運転を行っていた。大晦日から元旦にかけての終夜運転は道明寺線でも実施されている。ここ最近ではおおむね20分間隔で運転されているが、2009年度の終夜運転では南大阪線系統全体で減便され、道明寺線でも30分間隔で運転された。柏原駅大阪線駅、柏原南口駅。 安藤駅はいずれも400メートルから500メートルほどの距離であり、徒歩で乗り換えできる。定期乗車券には、運賃通算制度があり、大阪線方面と同名字線、南大阪線方面の総合間のキロほどを通算して1枚で発行できる。普通乗車券には、運賃通算制度はなく、柏南口駅、柏駅まで、からの乗車券と、県下駅、安藤駅から、 までの乗車券を別々に購入する必要がある。2002年、平成14年から、南大阪線系統で、シリーズ21、6820系が営業運転を開始しているが、6820系はワンマン対応ではないために、同名寺線では運用されない。近鉄の路線の中では最も歴史が古い、海洋鉄道が、 大阪市と南河内を結ぶためや高野山、山系客を当て込んで、柏原駅古市駅間を1898年、明治31年に開業させたのが始まりである。しかし翌年には経営破綻し、路線を引き継いだ、河南鉄道によって河内長野駅まで延伸された。河陽鉄道、河南鉄道時代。 毎年3月の道明寺天馬宮な種国大祭の時期には大阪鉄道、関西本線の前進後に関西鉄道に合併。河南鉄道が解消した大阪鉄道とは別、港町駅、現在の JR 南場駅から道明寺駅まで臨時直通列車が運行された。なお、1924年に電化される以前の当線は、 すべて蒸気機関車牽引の列車による運転であった。開業時は本線閣の路線だったが、1923年に道明寺から大阪市内への直通路線、現在の南大阪線が開通すると視線となった。古市方面から見て道明寺を出た南大阪線がカーブして西に向かうの対し、当線がまっすぐ北上するのは路線形成における歴史の名残である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。